はい、というわけで今日もジジジガール違うグッドゲームガールチャンネルに来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。はい、コスプレイヤーの味噌汁です。はい、なんとパチパチパチ今日はですね、モンハンエクスプロアの収録後で、はい、ダイダラさんもね、そうだね、やってるということで来ていただきました。はい、ゲーム実況者ダイダラです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてもう一人、あちらに、あちらに紹介するんですか。紹介しますよ、もちろん。あのモンハンエクスプロを一緒にやってるディレクターの、あ、大場です。大場さん、イエーイ、大場さんというわけで、はい、そんな感じでやっていきたいんですけど、はい、私はですね、FF 知らないんですよ。あら、唯一やり込んだのが12、うん、あら、12のキャラもいっぱいいますよ。そうなんですよ。でもまだ一体も引いてないんです。あら、もったいねえ。そうなんですよ。だから、私最初にね、初日リリースしたのに12連召喚をしたんですよ。うん。一体も分からず。悲しい。その、当たりかな？そう。どうだろう。喜びねえ。そうなの、うん。主人公がどうか分かんないんで、うん、ポカーンってしてるだけで、なんか強そうみたいな。で、雲が出て、うん、あ、これは絶対ね、強いよ。みたいな。雲。ねえ、ファイナルファンタジー3のボスだろ。お、3のボス。そう。ラスボス、ラスボスですね。それすらも知らなかったです。だから喜びも何もなくしちゃったんですけど、今日は、はい、ちょっと見てください。はい、こんな感じですね。クリスタルが6000円。めっちゃある。そうなんですよ。これクリスタルじゃなくてラピスです。ラピスだ。ブブ、はい、ラピスがね、6000円貯まっておりますので、ちょっと召喚をね、聞いちゃう。そう。ちょっとね、大盤振る舞いで10回ぐらい引いて、10回、リアクションを私じゃなくて、こう周りのね、FF してる人に撮ってもらおうと思いますね。わかりました。せっかく貯めても次また10連やってポカンポカンポカンってしてたらちょっとつまんないんで。はい、じゃあもうさ、ちょっと引いちゃってくださいよ。はい、一応狙い目はなんすか。ローゼリアです。あ、僕持ってるやつですよね。そうなんですよ。僕が今、リーダーにしてて、うん、もうさっきもめっちゃ使ってるって。そうなんですよ、うん、はい、あの子は回復としてすごい伝える、ね、そうなんです。これ回復重要ですよね。大事、本当に。なんで狙っていきたいと思います。はい、それでは1回目、たむ、これ虹色の見たことあります、クリスタル。ない、ない、僕もない。あ、見たい。うん、見たりじゃなかった、これは。まあ、ここからまだ変わるかもしれないから。そうですよね。でも星さんだからって、そうそうそう、強いキャラ強いですもんね。強い、出るから。あっ、おっ、何、おっ、まだ分かんないよ。まだ分かんない。あ、出た、一発で、一発でロゼリア終了。終了、終わりじゃん。いや、でもまだ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 、いや、すごい、これスクショ撮っちゃおう、撮っちゃおう。はい、自由だな。決まってよ、うん、2回目、2回目何を願ったらいいか分かんないんですけど、次はね、バンとか強い、結構FF12 のバン。バルフレラがいいな。バルフレラいたかな。いやいやいや、バルフ、バンいた、バンって誰と。誰だ、そんなに広いな、12だから。まあ、あと他に強いのは、はい、X です。お、X です。知ってますか、X です。あれですよ、ね、あれですよ、まあ、CD の X ですよ、ね、まあ、X です。違うわ、もう。はい、行きましょう。はい、 X ですは一体何なの。FF いくつだったんでしたっけ。5のラスボス。5のラスボス、めっちゃ強いんですよ、あれが。あ、こんなんやつですか。両立に生きてる、絶対来る気がします。来い、お、2回目いけ。あー、エドガーは6、おばさんの6、あれですよね、6は知ってるんですよ、カイエンとかですよね。カイエンとか、なんか一人一人にストーリーがあって、はいはいはい、一人一人が主人公だみたいな。そうですね、全部で10何人か、12、3人は、はいはいはい、いるやん。僕6は分かんないんで、6人を想像してました。割と濃厚なゲームなんですね。はい、はい、要は僕も思ってますよ。お、はい、じゃあ次いきます、3回目、何が出るかな、何が出るかな、瞬間ドキドキ。あー、なんか金色が落ちてこないよね。あ、ここからここから、わ、変わらない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 、うん、おっ、あ、でも、待って待って待ってるよ。これは、同じやつを、うんうん、暗闇の雲と暗闇の雲を合成すると、なんだっけ、なんとかゲージが増えるんですよ。
そう、リミットじゃなくて、まあ、なんかのゲージが増えて、それがあると、トラスト、あ、そう、トラストゲージ、トラストゲージ、トラストマスターとか、トラストマスター手に入れるゲージが増えて、素材が、お、クリア後に素材がプラス1個でおまけとか出やすくなるんですよ。じゃあかなりいいですね。かなりいいですよ。 10% が超えるとほぼほぼ出てきます。じゃああれですよ、進化するための素材全然出ないじゃないですか。そうあれ回るときこれやったらいいですよね。うん、そうですそうですね。そっちの方が下のこのパーセントのやつです、はい、左下の、うん、でマックスにするとこのアビリティがもらえるんですよ、うん、おお嬉しい。まあ、だからここ暗闇の雲を今持ってるやつと、はい、強化するとパーセント増えてすごい美味しくなる。お、ここら辺はおばさんどうですか。その通りだ、その通りださすが歩くウィキペディア。何知ってますか。一言もそんなこと言ってないですか、はい、次は4回目。4回目、いきます。何が出るかな。やっぱいいですね。私今のとこ全部ポカーンってしてるんで、やっぱ知ってるリアクションがあっていいですね。早速行こう。モロボゼリーやれたんで目的はない。もうないよさて、あ、フラン、フラン、トゥエルブズ。そうですよ、これあれですよ、人間じゃないやつですようさちゃんそんなに私バルフレアの記憶しかねないよ、トゥエルブバルフレアいないやないか今回まだそうですよ ね私はもう両セタビエロ、まあまあフランが、まあぼちぼち、ぼちぼち、まあ可愛いってことですね。可愛 い、ね、いると花が、うん、5回目、はい、行きましょう。クモさんだって花ですからね、言っておきますね。戦闘終了もすごいグラマラスの女性だったんですよね。花が出る。おー、え、いいな。なにこれ、ファイナルファンタジー4の主人公セシル。セシルいいな。主人公いいな。主人公僕好きなんですよね、ファイナルファンタジー4。セシルは、うん、前半はこんな格好してないんですよ。へぇ、暗黒騎士。そうなんですよ、暗黒騎士。悪いやつだったんですよ、本当で、綺麗になっちゃうと、後半では。え、じゃあ悪いやつとしてあれ操ってるんですか。操ってるわけじゃないですか。職業が暗黒騎士、うん、そうですね。かっこいい、うん、闇から光に変わるんですよ。かっこいい。ファイナルファンタジー4の主人公セシル、まあ強さはぼちぼちですじゃあ使わないでも、うん、強くなる可能性はね秘めてますからね。ある、全然ある。じゃあ次何回目だろう、わかんないや。次次行こう。多分テロップに書いてある。はい、よし。おっ、黄色、雑にトップしちゃったよーし、あっあ、これもさっき言った通り、星4に星3を強化させ、食べさせて、トラストゲージ貯めると、そうだ、いいですよ、ここは。いいじゃん、これ。やったら、エクスカリバーですよ、だって。エクスカリバー、エクスカリバー。これ、トラストが全部満タンになると、エクスカリバーもらえるんだよ。え、マジマジ。だから、めっちゃ強いですね、トラストマスターにしたら、すごい。あげた方がいいかもしれないですよ。これ、エクスカリバー欲しいですね。欲しいよね、セイントセイヤ好きとしても。セイントセイヤ好きとしても。セイントセイヤで出たのかな、分かんないけど。そうなんですよ。ね、ケガサシル、ケアルラとかも覚えてる。強い、戦えて回復も。耐久力も高いんで、うん、結構いい。パーティーには耐久面としては結構いいパーティー。育てていいと思います。あらら。やった。ね、ドーズエリアもいて。本当ですよ。すごいいい感じになってきたじゃん。はい。そして何回目か分からない。ね、ですか、わかんないけど、行こう行こう。たぶん次7回目。7回目、いきます。何が出るかなぁ。あ、またまた雑にするの、金出たのに。いや、これタップでパッて出た時の驚きありますよねそうやってごまかすの多分セシルですよ。ちょっとやってくださいよはい、雑に押すな、お前も。じゃ何が出るかな。よし、エドガー今日多いな、今日多いな、今日。これもまたエドガー、エドガー、ね、多分そういう知識を与えたから出ちゃうんですよ。出ちゃう、またずっと次エドガーしか出ない。やめてください、フラグを立てるのは。でもローゼリアが出たらすごいいいんですよね、これで星4の。確かに、そうですね。星5も出るんですよ、ローゼリアは。星5が出る気がする。あ、来るわ、じゃあこれ。これあれですよ、なんかよくYouTube 動画で紹介するときというかな、はいはいはい、お祈りあるあ。ありますよね、最初になんか祈ってからやるみたいな。どうぞ。え？いきますよ。
じゃんけんで勝つみたいな。ちょ、何も見えなかった。暗黒が見えます、これは。いや、見えなかった。あれですよ、あの光がないだけです。光がない。あ、ほら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 、出てきた。すごい、出てきた。これいくよ。はい、何が出る。マリア、ファイナルファンタジー2でしたっけ。いや、1でしたっけ。いや、いないんじゃないですか。いや、マリアはいますよ、確か。そのマリアも、回復役なんですよ、確か。なるほど。で、まあ、ロゼリアでいいかもしれない。じゃあ、ロゼリアだ。2か。2だと思うんですけどね、確か。仲間を失うのも傷つけ合うのももうたくさん。だから行くわ、戦いを止める。だそうです。ヒロインっぽいことやん。2だ。2ですか。2です。はい、セリフを聞いてピンときたんですかね。多分。おばさんはもうほぼほぼやってますからね、ファイナルファンタジー。まあでも、この回復役としても、ぼちぼち使えるんで。はい。はい。技的にもそうです。これありがたいですね。ね、沈黙を回復、暗闇を回復、うん、まあ、ロゼリアも使えるんですけど。やめてくださいよ、そういうの。より良いユニットを並べてくるのやめてくださいよ。だけど残すことあと2回。はい。いきます。何が出るかな。いけ。すごい男らしい声出したな。そうなんですよ。さっきから金が続いてたけど、ダメだね。ちょっと、ね。切っちゃう流れを。でもこれから変わるかもしんねえから、バシャーン。変わる。ない。変わらない。変わるって見たことあります？ないです。はい。ああ、持ってるんですよ。持ってるんですか。じゃあ、掛け合わせたらいいですよね。あ、そうですね。この掛け合わせたら全然強くなるんで。なるほど。白羽取り。白羽取り。どういう本場でしょうか。気になりますね。わかんない。ゲットした人のみ、味噌汁。最後だ。最後だ、味噌汁。じゃあ、祈りながらやってみて、味噌汁。これですよ。これの人生ありますね、まだ。何も見えなかった。見えちゃった。見えちゃった。おばさんの顔見える。見えちゃった。おばさん出てくるかもしれない。よくリサだから。おばさん多分報告バグかもしれない。じゃあ行きます。はい、おばさん以外でお願いします。はい、何が出てくるの。何が出てくる。超可愛い女の子ね。超ロゼリア。おばさんダメだな。おばさんじゃなければもう俺のせいな。行きます。えい。何が出る。演出来てくれ。ああ。マッシュ誰だ。はい、これはね、もうシックスでめちゃくちゃ強かったやつですね。ね、なるほど。文句でしたっけ。文句というか、そうですね、まあ格闘家で、原作ではめちゃくちゃ強かったですね。なるほど。僕持ってるんですけど、ちょっとね、見た目的に僕使うのやめたな。まあね、筋肉質ですからね。無限大だからね。かわいい女の子とかで揃えたいなっていう。なるほどね。好きなキャラクター揃えるのもいいですからね。あ、皆さん気をつけてくださいね。何が何がはい、じゃあ終わっちゃったんですけど、はい、せっかくなんであと2回弾けるんで。これ私個人的にマジで、うん、フレンドさんにもいるんですけど、はいはいはい、何が欲しいんですか。いない、いない。今変えちゃってる。変えられちゃった。なんていうキャラクター。わかんない。多分こういう立てずまいのウクスですね。ウクスです。え、あれ、X です。欲しい。これ、これ。それです。X です。俺も欲しいもん。みんな欲しい、X です。X です、来い。出たら、俺もずっと、羨ましがるよ。行くの、行くよ。おばさん、いいっすか。いいっすよ。おばさん、押してくれません、ここまで来て。押しちゃった、俺。押しちゃった。じゃあ、もういらない。あー、これ、X ですじゃない感じする。いや、わかんない。X です、星3もあるんで。ちょっとこれ。変えてくださいよ。いいっすか。で、僕やりますね。どうぞ。いいっすか、おばさん。はい、こっち。ああ。頼む。開演。愛されてる開演に。ダメだ。よし。まあ、10% いきますよ。1回同じキャラ合成すると、うん、原子 5% 貯まる。お。なるほど。でも2体いるんだら30、10%。素材は大体出るみたいな感じですよ。じゃあ最後ですよ。私、GGG チャンネルでママにお願いすると欲しいのが出るっていうのがあるんですよ。はいはいはい。一番最後でママって言うと大体欲しいのが出るんですよ。お、すごいジンクス。そうなんですよ、こういうジンクスがあって、はいはい、ちょっとママにお祈りを。こっちママに。はい、ママお願いします。 X ですが欲しいです。もうわがまま言わないし、怒
小遣いちょうだいとか言わないです。すいません、お願いします。お掃除もします。お掃除もするし、洗濯も多めにします。お願いします。いかにいつも何もしてないかそう、何もしてねえんだなってのが。あ、あ、いやまだわかんないですね、これ。ここから本当にお願いします、ママ。そして今まだママ私お祭りでお家帰ったじゃん、いい子じゃない、地元愛してるじゃん。地元帰るいいこと。うん、ママママ聞いてあげたよ。見てくれてるお母さんもきっと。えい、おいよおいよおいよ。終了終了終了同じの出まくりじゃん今回。本当ですよね。というわけで一覧を、ね、一応見てみましょうか、ね、はい。本当は見たくないですけど結構持ってんだよ。そうなんですよ、うん、なんでこのローゼリアから始まり、そうですね、こんな感じね。不思議なのがいっぱいいるもん、うん、はい。まあローゼリアが出たんで私的には今回は成功だということです。最初が見どころでした。そうですね、最初がクライマックスそれ以降は見なくていいです見ちゃってるよ確かにもうこの時には見てますからね。はい、はい、というわけでこんな感じで、はい、12連勝かになりましたが、まあ成功ってことで、はい、おめでとうローゼリア。はい、はい、というわけで皆さんもね、11ミリかむな、今日はい、今日1日トータルで噛んでるんですけど、はい、地道に、はい、ラピスを集めていただき、はい、ゴバッと召喚してローゼリアをね、皆さんにもゲットしてほしいです。はい、X デスは次回出るといいね。欲しいです俺も次までに引いとこう。はい、はい、みんな私の分引かないでください引いた報告とかやめてください、羨ましいだけなんで出たとか言わないでね。はいはい、はい、というわけですね、ジェジェジェチャンネル登録、下の赤いボタンをタップしてください。押してください。はい、そしてツイッターもね、私もダイダラさんもやってるし、大場さんも実はやってたりするので絶対探さなくて探さなくて。はい、あのそちらもね、ぜひぜひフォローしていただけるとありがたいです。はい、というわけで、はい、終わりましょうか。終わりましょう。ジジジャジーチャンネルってどうやって終わってるんですか、いつも。いつもですね、あのハバグッゲームってやってます笑わないでくださいよ。一緒にそれやっておりましょうか。その時やってくれますか。はい、こうです、こうですか。ハバグッゲームおばさんも来てやりましょうよいいですよ、どうぞというわけでまた次回 FFB 実況までハバグッゲームじゃあねー、バイバイ。ありがとうございます。ありがとうございました。